おはようございます、今日は2014年の1月27日、今から話すことは、医療関係というか、医療関係というか、なんて言えばいいのかな、エロい話でも下品な話でもないんです。その汚い話でもなりません。人間の体、人の体を書いて人体の話です。人体の体、人体の話をします。だから医療従事者の人だったら、ちょっと気持ち悪いなと思うけど、なんとなく理解できるという感じの話です。でも、医療関係の人じゃないと、ちょっと気持ち悪いと思う話をします。だから医療関係の人だって、うわ、気持ち悪いと思う話ですからね。だから何を言いたいかというと、そういう話ですので、とにかく、汚いです。もう言い方悪いけど汚いし、おかしいし、見た人から見ると変態に見えるかもしれません。でも変態じゃないです。深刻な話です。俺にとってはね。本当に大切な話です。俺だけじゃないと思うけど、まあいいや。これに悩んでる人俺だけじゃないと思う。まあいいや。とりあえず、気持ち悪い話がない人は、もう、消してください。見ないでください。本当に見ないでください。じゃあ、5秒後に話します。さあ、もうここから見る人はもう同意を得たということでね。汚い話って文句言うなよ。引くとかせからしいよ。うるさいよ。引くも何もあったもんじゃないからね。俺、ずっと泌尿器科に行ってて、3年4年か分かんないけど、そのくらいずっと抗生物質とステロイドで、性器、男の人ね、興奮したら、まあ普通はこう、出てくるんですよね。まあ、最初から出っ放しの人もいるんだけど、まあ日本人のほとんど、6、7割はまあみんなこんな感じ、ゾウさんの鼻になってるんだけど、俺もゾウさんの鼻なんだよね。だから、この、皮のあたりと中のに、やっぱゾウさんだと、雑菌じゃないけど、炎症をかぶれやすいのね。かぶれやすい。だから、それで、普通かぶれやすいって言っても、俺も昔からかぶれてるわけじゃなくて、かぶれやすいって言っても、普通に清潔にしてたら何の問題もないの。セックスの時だって何の問題もないのね。火星包茎っていうらしいですけど、これ、ちなみに犬とかでも同じように皮の中かぶってるのは、なぜかというと、これ粘膜だから常に出しておくわけにいかないから、入れておくのね。怪我したらいけないから大切なものだから、保護するために皮をかぶってます。だから人間も、本来、出てるのはちょっとおかしいんですよね。おかしいって言っちゃないけど、やっぱ戻ってるのが普通なんですよ。人間だって怪我したらいけないからね。ダビデ像でもなんでもほら、もう出てないでしょ。だから、本来、収まってるもんなんですよ。ですが、それじゃあ、俺の場合、不具合があるんですよ。皮が被ってるおかげで、なぜか体質の変化か何かで、数年間ずっと、炎症が起こしやすい体質になって、もう本当に、洗っても治んないと。だからもう、抗生物質とステロイドで、炎症を抑えて、そして治って、またしばらくしたらまた繰り返すと。それをだから数年間続けてて、泌尿器科に行って、もう先生俺嫌だから手術してほしいって言ったら、まあ先生に、ちょっと嫌な先生なんですけどね、その先生。何言ってんのみたいな。保険適用じゃないよって、火星包茎は病気じゃないからね。みたいなこと言われて、まあ、イライラしながら、どうもできないなと。皮があって炎症起こしやすいなら、切ってしまえばと思ったんです、俺は。で、それを調べたら、もう保険適用になるのかもしれないと言って、もうあんまりにも炎症起こす場合はね。保険適用のはずなんですけどね。まあ、そこら辺は詳しい人は調べてください。詳しく知りたい人は調べてください。あまりにも炎症を繰り返す人は多分保険適用だと思います。
確かネットにそういう書いてあったと思うし、本人も言ったと思うから、医者の本人も確か。うん、確かじゃなくて言った、最初。まあ、前置きはそれで置いて、そういうわけで、ある試みを実験してます、今。それは、なるべく、出していようと。出していようと。これを始めました。一週間しか、まだ経ってないかな。出してました。出してます。今も出してます。いやいや、パチャンとズボン履いてますよ。パンツ履いてますよ。今も多分出してます。これ出してます。出してます。うん。これ超危険です。同じように試す人がいたら真似しないでくださいね。これも自己責任です。これ超危険です。何が効くかというと、川があるんだけど、この川で、うっ血するんですよ。こう指だったらこうやってすると色がどんどん変わってくるでしょ、ほら。少し赤くなったのわかるかな？パッて離すと。ほら、わかってじゃん。川が剥いた時の状態だと、うっ血しやすいんですよ。これで多分血流が悪くなって、多分細胞の破壊が起きるかもしれません。どういうことかというと、手術です。ちょん切ってしまわないといけないような状態になる可能性があります。俺はそのレベルは、なんとか気をつけて峠を越えたと思ってる大丈夫だと思うけど、気をつけないと本当に、この部分が血流が不足して酸素不足で、まあ早い話が腐っちゃうんですよね。死んじゃうんです。ゆっくり死んでいくか、もしくは何かの障害が残るかもしれません。だから、真似しないでください。俺は最初気にしながら、こう、血流をね、揉んで、良くして、循環を良くしてね、なんとか、その峠を越えたんですけど、だから多分、真似しないでくださいね。危ないから。川で、本当に血液の流れが悪くなって、なくしちゃったら、ね、なくしちゃったら元も子もないですからね。本当これ気をつけてください。俺だけかもしれないけど、うっ血しやすいんです。シアノーゼっていうのかな。その色がまだらになって、まあ、明らかにこいつ血流悪いなと、血液の流れが悪いなと、そういう状態になりましたから。うん。だから揉んで揉んで、常に揉んで。もう常にじゃないけど、もうそうなったら少しこうやって揉んで、揉んで、うん。血液の流れを良くして。今はもう大体慣れてきたっていう感じですね。あと初日は、その、ランニング、マラソンとかした時に、ほら、乳首とかに何もしてなかったら、乳首、服で擦れて、乳首から血が出るってことはなかったですか？まあ、太ってる人はあったと思うんですけど、なったんですよ。うん、まあ、それと同じことが、その、自分の、性器にも来ましてね、パンツで擦ったんでしょうね。うん、血が少し出てました。うん、だからやっぱり、慣れてないと皮膚が弱いんでしょうね。で、そこで、まあ、病院か皮膚科からもらったワセリンのもっと純度が良くされたような、なんかよくわかんないけど、なんかワセリンをもっと高精度、ワセリンを高精製、もっと精製した、精錬された、保護油みたいなのもらってましたので、よく、まんべんなくも塗って、一人なくも塗って、常に保護してます。まあ、それによって、まあ、摩擦とかいろんなものから、刺激から少しだけ、慣れるまでは、保護してます。なんでこんな話をしたかというと、困ってたんですよ。どうもできなかったんですよね。で、なんでこんな話したのかな、本当に。ああ、今俺してることを残したかったんだな。記録として。残したかったんだ。これ聞いた人、バカじゃねえ？うわ、引く気持ち悪いと思ったら、それ違うから。本当に、悩むから、これ。切ることもできなければ、切ったら今度ね、弊害があるらしいのよ。その、勃起した時に、
出た時に皮のパラニアさで痛かったり、完全にフルパワーになれなかったり、その、どうも、その性器の周りに性感帯、神経がいっぱいあるらしくて、お男性はね。そこら辺切っちゃうとちょっと問題があるらしいので、やっぱ手術は本当はよ、本当、お医者さんは嫌がってたけど、まあ、ある意味、言い方変えると、まあ、いい人だなと。俺嫌いだけどね。その人。まあ、ある意味、いろんな弊害知ってんだなと。切ることによってデメリット。まず、皮の勃起した時の調整が難しいということで、どんだけ切ればいいか分かんないということと、まあ、血もたくさん出ると危ないということ。そして、性感帯もあるので、その皮、あるらしいので、皮を切ってしまうことで、まあ、感覚が薄れると。まあ、いろんな不具合がありますよと。それでやっぱ切らない方がいいだと。まあね、そういうわけでね、こんな話をネットで、ね、話すのもね、まあどうでもいいけど、話しちゃうけどね。真似しないでくださいね。これ自己責任で。で、今の、俺は、それで、なんとかやってます。試してます。もう3年以上、ステロイドと抗生物質の変な、合成されたような薬を塗り続けるのはもう嫌です。というわけで、同じ悩みがある人は、いいねを押してください。いいねを押してください。なんだろうな、この動画ね。ただ残したかったんだよ、この記録を。なんか知らんけどね。ね。11分43秒話したよ。男の人にとっては本当に大切な話でした。終わり。追加、日中とかやっぱりほらもみもみしてるとバカじゃねえこいつと思われるので、安全のためにというか、一番いい方法、寝るとき剥いて、朝起きたら戻す。これが多分、ベストなのではないかと思います。もしかしたら。寝るとき剥いて、起きたら戻す。はい、一緒に。寝るとき剥いて、起きたら戻す。ちょっと悪ノリですけど、本当にこれが多分ベストだと思う。昼間活動中にそんなもみもみしてるわけにいかないからね。血圧の関係で立ってると鬱血しやすいんだけど、陰部じゃない、人間が立ってる、歩いてるときは、血圧の関係で多分、鬱血しやすいんです。でも、寝てると、横になってると、安定する、血の流れが安定するんでしょうね。その鬱血しにくくなってます。陰部のね。だから、寝るときに向いて寝て、朝起きたら戻すという方法で行ったら一番安全だと思います。あと、自己責任でお願いします。自己責任ですよ、本当に。気をつけてくださいね。場合によってはその、泌尿器科とか、皮膚科の先生に相談しながらこういうことしていいですかって言って、してください。あと、皮を剥いたからといって、多分皮はなくなりません。太ってた人が、急に痩せてもら、何年もダブダブとか伸びるとかみたいになってるみたいに、皮膚って多分その戻るもんじゃないと思う。多分必要だからあると思うので、必要だからあるとよくわかんないけどね。よくわかんない。伸び、ある皮膚は、伸びてる皮膚はね、戻りません。多分ね、わかんないけどね。今実験中だから。なくなることはないと思う。多分、ブヨブヨブの皮があるままだと思います。気をつけてね。ほんと自己責任だから、病院の先生とかと相談してね、俺素人だか分かんないからね、気をつけて。危ないから、ほんとに。俺自分で知って危ないな、これと思ったもん。だから一番いいのは多分、寝るとき向いて、朝起きたら戻すと。それが多分一番いいと思います。では、失礼します。